はい、こんにちは、ハッチノです。今日はですね、偏方線の原理についてお話ししていきたいと思います。はい、でですね、今朝ですね、こういう新聞が入ってましたね。コロナ緊急事態全面解除ということでね、昨日ですね、政府の方からね、コロナ、ね、流行はほぼ収束ということで、政府の対策本部から緊急事態全面解除ということでニュースになってですね、新聞、ね、一面記事で伝えられていますと。で、実はですね、私、読売新聞、これ読売新聞なんですけども、読売新聞購読していません。なのになんでこの新聞があるかというと、ポストにね、投函されてました。多分ですね、新聞屋さんがなんていうんですかね、こういう号外のつもりなんですかね、それともやっぱり将来的にはね、新聞を取ってほしいということで、サンプルとしてね、入れてくれてたんだと思うんですけれども、このタイミングがですね、素晴らしいなと思ってね。普段ですね、やっぱりこうね、新聞取ってほしいと思って、1週間無料でお届けしますよとかやってたりするんですけれども、普段ですね、特に新聞読む習慣がない人にとって、いきなりね、1週間新聞どうですか、無料で届けますよって言われても、普段見てない人が見るかっていうとね、なかなかその習慣化してないので見ることもないっていうのが一般的だと思うんですけども、多くのケースだと思うんですけど、今回のようにですね、やっぱりニュースとして知りたい情報があるというタイミングで、こういうね、サンプル届けてくれると、便利だなとね。しかもですね、やっぱりウェブとか、ね、テレビのニュースとか、テレビのニュースだと特に流れてってしまうので、見たいところをじっくり見れないとかで、ウェブとかもね、やっぱり情報がこうね、まとまっているところってなかなかなくて、単発のね、小出しの情報がいっぱいあるんですけれども、しっかりとですね、要点をまとめられている情報っていうと、やっぱりですね、新聞が一番こうね、簡潔にまとめられているのかなと、ね、いうことでですね、で、この新聞本当にですね、重宝してですね、こういう2面の方にもずっと、コロナの中期限が書いてあるんですけれども、特にですね、この辺ですね、この後どうなっていくかみたいなね、予測を書いてあったりですとか、あとはね、これまでの歴史ですね、この3月半のコロナの推移とかね、本当に資料としてね、なんかこの新聞だけで本当に一冊の書籍じゃないかっていうくらいにね、かなりコロナについてのこの1ヶ月半の出来事を簡潔にまとまってあります。はい、でね、こういうやっぱりこういうタイミングでこういうね、欲しい情報ね、提供されると、やっぱ新聞ってすごいな、新聞っていいなとね、やっぱり思ってしまいますよね。はい、で、偏方線の原理、よくね、セールスで使われる、テクニックと言ってしまっていいのかね、そんなにこう、なんていうんですかね、こう、狡猾な手口ではないんですけれども、分かりやすく言うと、スーパーのね、試食ですね、例えばね、ウインナーとか、スーパーで、お肉屋さんのコーナーで、ね、ウインナー焼いてて、試食どうですかみたいに配って、で食べると、美味しいと、じゃあ買ってみようかとかね、もともとね、買うつもりなかったんだけれども、こうやっぱりタダで食べさせてもらったというと、やっぱり人間ね、誰にもね、必ずこう何かしてもらったら返さなきゃいけないという気持ちがね、やっぱりもらいっぱなしだとちょっとこう、なんか居心地が悪いと、罰が悪いということで、何かこう返したいと。なので、スーパーであればね、じゃあ一つ買おうかみたいなね、ただでね、食べさせてもらったので、お礼にというか、お返しにというわけじゃないんですけど、買うと、それが偏方性の法則の基本ですね。はい、なのでやっぱり人ってね、誰でもそうだと思うんですけれども、年賀状とかでもそうですよね。全然年賀状出してないのに向こうから来たら、なんかやっぱ返さなきゃ悪いかなとね、やっぱり
人としてね、ある程度こう常識のある人だと、もらいっぱなしはちょっとね、罰が悪いということになるので、まあ、そういう人たちはね、結構偏方性のその原理にまあ、かかりやすいっていうか、それも人間としての何て言うんですかね、こう人としてのね、なんか倫理っていうか、こうね、こう真面目さっていうか、人間の持つ特性、まあ良いところなので、まあ、そこをね、巧みにこう使ってくるかどうかっていうね、話はあるんですけれども、やっぱりね、こう良くしてもらったら返したいと思うのが人間なの で今回のね、その読売新聞のこの、まあ、やり方、すごくですね、いい意味で偏方性の原理をうまく使ったなとね。特にその私とか、まあ皆さん多分そうだと思うんですけど、このコロナがね、一つ展開が変わったと、じゃあこれからどうなるとかね、昨日どんな話があったのとかいった情報がこの新聞を見ればもうね、ある程度知りたいことが知れると。やっぱりね、この欲してる情報ね、欲しいと思ってる時に欲しいものを提供されると、それはやっぱり嬉しいんで、あ、新聞ってこんなに便利なんだと、じゃあね、これからもちょっとね、一つ新聞取ってみようかという、やっぱりね、きっかけにはなりますよね。なのでですね、今回のその読売新聞のタイミング、本当にもうブラボーっていう感じですね。はい、ありがたくね、活用させていただきましたね。またですね、こういうね、多分皆さんのお家にも届いてる方、届いていない方いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、やっぱりね、こう、そうですね、セールスの基本ですね、相手が欲しいと思ってるところに必要なものをね、提供すると、それはやっぱり感謝に変わりますし、相手がこう必要としてないものに無理やりね、こうサンプルを届けたりすると、それはもうね、スパムだったりね、押し付け以外の何物でもないということになるので、同じね、今回の新聞でもやっぱり情報を欲しいと思っているタイミングで提供していただくと、あ、新聞っていいんだなということがね、かなり実感できましたので、はいね、ちょっと今回のこの読売新聞の対応、同じね、なんていうんですかね、ビジネスをするものとして、セールス、マーケティング、セールス の基本を教えていただきましたね。新聞とともに本当にありがとうございます。はい、ということでね、今回は偏方性の原理ね、読売新聞の例を、参考にして偏方性の原理についてお話をしました。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。偏方性の原理についてはこちらの書籍に詳しく書かれていますので、ぜひですね、読んでみてください。その他ですね、限定物に弱いとか、偉い人や好きな人から勧められるとついつい買ってしまう、一度約束すると後に引けない、みんながやっていることは正しいと思ってしまうなど、人が影響されてしまうことについて詳しく書かれているので、この本を読むとですね、ぶっちゃけ詐欺師とかを見抜けるようになるかもしれません。はい、でこの本はですね、さらためさんなどが解説動画を作っているので、そちらを見ても、分かりやすいかと思います。この動画の下にね、概要欄に URL 貼っておきますので、そちらもね、ぜひ合わせて見てみてください。